夏美です今日のクラスは「旗ヨガを実践してはたいと思います旗ヨガ」と聞いて「聞いたことあるよ」っていう方もおられると思いますしよくわからないなっていう方もおられるかと思います。「はたヨガ」っていうのをすごく簡単に説明すると体を使った技術のことを「旗ヨガ」というふうに呼んでいます。 なので、体をいろんな方向に動かしながら、自分の体を客観的にこう見つめてみたりとか、そこからつながる感情、心のところにも、ちょっとフォーカスしてもらえると、すごくいいのかなって思います。ハタヨガはすごく集中していきますので、心身を整えるための一つの、あの、実践、練習としてもすごくいいんじゃないかなって思うので、ぜひ、 一緒にやってみてくださいそしてクラスが始まる前と後にお水をしっかりと取ってもらうことをおすすめします実践しているときはすごく集中しますのでお水をね取るっていうのももちろん我慢はねしちゃダメですけれどもお水を取ることで集中が途切れてしまう方も おられると思うので、ぜひお水は最初とクラスが始まる最初と最後にしっかりと取ってください。では、早速始めていきましょう。お水取ってない方はね、お水しっかりと取ってください。あの、すぐ始めたりはしませんので、ちょっとゆっくりね、お水しっかりと取って始めていきましょう。それでは、 足クロスした形で座ってください膝をなるべく外に広げて土台を大きくし上半身を安定させていきます両手は膝か太ももの上に置いてください優しく目を閉じまずは姿勢を整えていきましょう背骨は自然なカーブを描き上にスーッ と伸びていきます両足よりもお尻の方に重心を多くかけていきましょう腹筋と背筋を使って上半身を安定させていきます腰が反りすぎていないか感覚で確認していきましょうおへその下下腹部にぐっと力を入れると 腰を反りすぎず、上半身安定しますので、おへその下にぐーっと力を入れてみてください。肩甲骨同士を寄せ合ってから、両肩の力をストンと抜いていきましょう。顎はマットに対して平行です。眉間の間、力を抜いていきましょう。 鼻の呼吸に意識を向けていきます。どんな感じで呼吸をしているのか、まずは確認してみてください。 胸や肩が動いて呼吸をしている方は胸よりも下お腹を意識しながら呼吸をしていきましょう両肩の力は抜いてください吸う息よりも 吐く息を意識しながら呼吸していきましょう。吐き切ってしまえばね、あと数しかできませんので、しっかりと息を吐きます。数息を頑張ってしまっている方は、ちょっと過呼吸っぽくなってね、呼吸が苦しいって感じてるはずですので、息をしっかりと吐く。それだけを、 意識してもらえればいいいと思いますそれではあと一つ呼吸しましょう吐く息をしっかりと吐き切りましたら自然な呼吸に戻ります それでは、両足を伸ばして長座になりましょう。両手はお尻の後ろ、4本の指先を後ろに向けて、手のひらをしっかりと床につけてください。重心を腕ではなくて、お尻に多くかけていきます。目を閉じられる方は、優しく目を閉じていきましょう。両足の指関節から動かしていきます。 両足の指先上に向けて床に対して足の甲を垂直にします鼻から息を吸って吐いて両足の指先内側に入れて握りますしっかりと強く握る吸ってパッと開いて吐いて両足の指先内側に入れて握りますしっかりと強く握る吸って 開いて吐いて両足の指先内側に入れて握りますしっかりと強く握る吸ってパッと開いて吐いて両足の指先内側に入れて握りますしっかりと強く握る吸ってパッと開いて吐いて握る しっかりと強く握りましょう。吸って、パッと開いて、吐いて握る。吸って、開いて、吐いて握る。しっかりと強く握る。吸って、開く。吐いて握る。 吸って、開く。相手逃げる。吸って、開く。相手逃げる。未間の間力抜く。吸って、開く。相手逃げる。吸って、開く。 吐いて脱力呼吸を整え両足の指関節に意識を向けていきましょうそれでは両足の指先上に向けて両足を揃えてください 足を閉じていきましょう。お尻に多く体重かけますので、腕に体重かけすぎないように気をつけて、床に対して両足の甲が垂直になります。両足の足首を動かしていきましょう。鼻から息を吸って、吐いて両足の甲を前に倒す。指先は力抜く。吸い息で両つま先、右側から回し上げて、ゆっくりと。 吐いて両足のつま先、左側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って両つま先、左、右側から回し上げて。吐いて両つま先、左側から回し下ろす。吸って両つま先、右側から上。吐いて両つま先、左側から下。指先は力抜く。吸って上。 背し下。吸って上。背し下。吸って上。指先の力を抜く。背し下。指先を床につけようとしない。吸って上。背し下。 眉間の間力抜きましょう。吸って上。吐いて下。吸って上。吐いて下。足の甲が伸びたら反対。吸い気で両つま先、左側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて両つま先、右側から回し下ろす。ゆっくりと。 吸って両つま先、左側から回し上げて。吐いて両つま先、右側から回し下ろせ。吸って両つま先、左側から回し上げて。吐いて両つま先、右側から回し下ろせ。つま先の力を抜いてください。吸って上。吐いて下。眉間の間力抜けましょう。 吸って上。吐いて下。呼吸に動きを合わせていきます。吸って上。吐いて下。吸って上。吐いて下。吸って上。 吐いて下、足の甲が伸びたら、吸い気で両つま先を上に、吐いて脱力。呼吸を整え、両足の足首に意識を向けていきましょう。それでは、上体を起こしていきます。 右の膝を曲げて、右手を、両手を右足の太ももの後ろに、指と指をしっかりと組んでいきましょう。右足の裏を床から離し、右太ももとお腹をぐーっと近づけていきます。腕の力は借りますが、肩はリラックス。目を閉じられる方は閉じていきましょう。一度息を吐きます。 吸う息で右膝を伸ばして、膝の裏をぐーっと伸ばしていく。吐いて右膝、右胸に近づけ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて右膝を伸ばし、膝の裏をぐっと伸ばす。吐いて右膝、右胸に引き寄せていく。吸って右膝を伸ばし、膝の裏をぐっと伸ばす。 吐いて右膝右胸に引き寄せ腕の力を借りてぐっと引き寄せる吸って右膝を伸ばし膝裏をぐっと伸ばす吐いて引き寄せる吸って伸ばして膝裏をぐっ伸をグッと伸ばす吐いて引き寄せる吸って伸ばして吐いて引き寄せる吸って伸ばして 吐いて引き寄せる。吸って伸ばして、膝裏ぐっと伸ばす。吐いて引き寄せる。吸って伸ばして、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  吐いて右足を丁寧に下ろしていきましょう。左の膝を曲げて、両手を左太ももの後ろへ指と指を組んでいきます。左足の裏を床から離し、両手で左太ももをお腹の方にぐーっと近づけていきましょう。骨盤を立てて背骨をまっすぐに伸ばしていきます。腕の力を借りますが、両肩はリラックス。一度息を吐きましょう。 吸い息で左膝を伸ばす。膝裏をぐっと伸ばして。吐いて左膝を曲げて、胸の方へ引き寄せていく。吸って左膝を伸ばして、膝裏をぐっと伸ばす。吐いて左膝、左胸に引き寄せ、腕の力を借りてぐっと引き寄せる。吸って膝を伸ばして、膝裏ぐっと伸ばす。吐いて引き寄せる。 吸って伸ばして、膝裏をぐっと伸ばす。吐いて引き寄せる。吸って膝を伸ばして。吐いて引き寄せる。吸って左足を伸ばして。吐いて引き寄せる。吸って伸ばして、膝裏ぐっと伸ばします。吐いて引き寄せる。吸って伸ばして、 吐いて息をせる。吸って伸ばして、吐いて息をせる。吸って伸ばして、眉間の間力抜く。吐いて息をせる。吸って伸ばして、吐いて息をせる。吸って伸ばして、吐いて息をせる。吸って伸ばして、 相手脱力両手お尻の後ろ4本の指先を後ろに向けて手のひらはマットの上です呼吸を整えていきましょう両足の膝関節に意識を向けていきます それでは、上体を起こしていきましょう。目を閉じられる方は、そのまま目を閉じていてください。右の膝を曲げて、右足のつま先、左手で掴み、右足を左太ももの付け根のところに置いていきましょう。左手は右足のつま先を軽く掴み、右手は右膝の下に軽く添えておきましょう。骨盤を立てて背骨をまっすぐと、 股関節を動かしていきます。吸い息で右膝右胸に引き寄せ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す。吸って右膝右胸に引き寄せ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す。 吸って右膝右胸に引き寄せ腕の力を借りてぐっと引き寄せる吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す吸って右膝右胸に引き寄せ腕の力を借りてぐっと引き寄せる吐いて右膝下に下ろして軽く手で押す吸って引き寄せ吐いて押し下げる吸って引き寄せ 吐いて押し下げる。吸って引き寄せ。吐いて押し下げる。吸って。吐いて。吸って。肩の力は抜きましょう。吐いて。吸って。吐いて。吸って。 右膝を丁寧に伸ばし、両膝を、ごめんなさい、左膝を曲げていきます。左足のつま先を右手でつかみ、左足を右太ももの付け根のところに置いていきましょう。左手は、左膝の下に軽く添えていきます。骨盤立てて背骨をまっすぐと、吸う息で左膝、左胸に近づけ、腕の力を借りてぐーっと引き寄せる。 吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。吸って左膝左胸に近づけ腕の力を借りてぐっと引き寄せる。吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。吸って左膝左胸に近づけ腕の力を借りてぐっと引き寄せる。吐いて左膝下に下ろして軽く手で押す。吸って引き寄せ。 吐いて押し下げる。吸って引き寄せ、肩の力を抜きます。吐いて押し下げる。吸って引き寄せ、吐いて押し下げる。吸って引き寄せ、吐いて押し下げる。吸って、吐いて、吸って、 吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、左膝が下がりましたら、左足を丁寧に伸ばしていきましょう。両手はお尻の後ろ、4本の指先を後ろに向けて、手のひらをマットの上に。優しく目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。 両足の股関節に意識を向けていきますヨガの実践では必ず意識開発を行っていきます言葉だけ聞くと少し難しく感じるかもしれませんが動き終わった後その部分が どういう風になっているのかを感じる時間です。筋肉や血液、リンパの流れ、もうちょっと奥の深い部分まで、細部の部分まで、自分の体がどういう風になっているのかを感じる時間ってすごく大事だと思うんですよね。日常生活で私たちが自分の体の感覚を細部まで感じるっていうことはほとんどないと思います。 呼吸ですらどういう風に呼吸をしているのかわからないような状態です。なので、動き終わった後に意識をその部分に向けていくという時間を大切にしてみてください。それでは、状態を起こしていきましょう。両膝を曲げて足をクロスした形で座っていきます。両手は膝の上。 目を閉じられる方は優しく目を閉じていきましょう骨盤を立てて背骨をまっすぐと今から両手の指関節を動かしていきますそれでは両腕を前へ伸ばしていきましょう手のひらは内側に入れてください床に対して両腕は垂直 ではなくて平行になります。ごめんなさい。両腕は床に対して平行です。手のひらをしっかりと広げていきましょう。指と指の間も広げていきます。それでは、鼻から大きく息を吸って、吐いて親指から順に指を折っていく。しっかりと強く握る。吸って、パッと開いて、 吐いて親指から順に指を折っていく。しっかりと強く逃げる。吸って、パッと開いて。吐いて親指から順に指を折っていく。しっかりと強く逃げる。吸って、パッと開いて。吐いて親指から順に指を折っていく。しっかりと強く逃げる。吸って、パッと開いて。 吐いて逃げる。しっかりと強く逃げる。吸って、パッと開いて、吐いて逃げる。吸って、開く。吐いて逃げる。吸って、開く。吐いて逃げる,る。両肩の力を抜いてください。 吸って、広く、相手握る。眉間の間も力抜く。吸って、広く、相手握る。吸って、広く、相手握る。吸って、広く、相手握る。 吸って、広く、吐いて脱力。両腕を下げて、膝か太ももの上。優しく目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。両手の指関節に意識を向けていきます。 それでは、両手を下ろしていきましょう。お尻の隣に。両手の指先、下から肩の上。両肘をマットの方に向けていきましょう。肩関節を動かしていきます。吸い気で両肘、内側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘、外側から回し下ろす。吸って両肘、内側から回し上げて、 頭の上でぐっと伸びる。吐いて両肘外側から回し下ろす。吸って両肘内側から回し上げて、上でぐっと伸びる。吐いて両肘外側から回し下ろす。吸って上、上で伸びる。吐いて下。吸って上、上で伸びる。吐いて下。 吸って、伸びる。吐いて。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 反対いきます。 吸い気で両肘外側から回し上げて頭の上でぐっと伸びます。吐いて両肘内側から回し下ろす。吸って両肘外側から回し上げて頭の上でぐっと伸びる。吐いて両肘内側から回し下ろす。吸って両肘外側から回し上げて頭の上でぐっと伸びる。吐いて両肘内側から回し下ろす。吸って上。 上で伸びる。吐いて、下。吸って、上。上で伸びる。吐いて、下。吸って、上。上で伸びる。吐いて、下。吸って、伸びる。吐いて。吸って、伸びる。吐いて。 吸って、吐いて、吸って、吐いて。腕が下がりましたら、両手は膝の上。呼吸を整え、両肩の肩関節に意識を向けていきましょう。 それでは骨盤を立てて背骨をまっすぐと目を閉じられる方は優しく目を閉じていきましょう首関節を動かしていきます鼻から息を吸って吐いて頭を右へ倒します首から上の動き吸って頭真ん中に戻して吐いて頭を左へ倒します 吸って頭真ん中に戻して、吐いて頭右へ倒します。吸って頭真ん中。吐いて頭左。吸って頭真ん中。吐いて頭右に倒します。吸って頭真ん中。 吐いて頭左へ倒しましょう。吸って頭真ん中。吐いて頭右へ倒す。吸って真ん中。吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。 吐いて左。首から上の動きです。体を左右に揺らさない。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って 吐いて、吸って、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 吐いて、 吸って吐いて吸う息で頭真ん中に戻りましたら次の吐く息で頭を下に下げていきましょう背骨はまっすぐです首から上の動き吸う息で頭右側から回し上げてゆっくりと喉元も伸ばしていきましょう吐いて頭を左側から回し下ろす ゆっくりと。吸って頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いた頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。吐いた頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。 吸って上、うん、吐いて下、吸って上、吐いて下。頭が下がりましたら反対いきましょう。吸い気で頭左側から回し上げてゆっくりと喉元も伸ばします。 吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。呼吸に動きを合わせていきましょう。吸い気で頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。 吐いて頭、右側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って上。喉元もできたら伸ばしていきましょう。吐いて下。吸って上。吐いて下。 頭が下がりましたら、次の水域で顔を正面に戻し、一度息を吐きます。呼吸を整え、首関節に意識を向けていきましょう。 それでは少しずつ意識を外の方に戻していきましょう両足を伸ばして長座になります両手は太ももの上顎を引いて骨盤を後ろに倒しゆっくりと背中を後ろに倒していきます下の背骨から一つ一つマットの上に丁寧に下ろしていき 最後は頭を下ろしていきましょう。両手を下げますが、手のひらは上に向けて両肩リラックスです。優しく目を閉じ、まずは呼吸を整えていきましょう。それでは、今から腹筋を使っていきます。足が開きすぎている方は閉じていきましょう。 頭から足までがまっすぐ。両腕は下げますが、手のひらは上に向けておくか、それともマットの方に向けておくか。マットの方に向けていく方は、手のひらでバランスをとるだけです。肩と二の腕には力入れないようにしていきましょう。それでは、右足のかかと、床からほんの数ミリ離していきます。指先の力を抜いていきましょう。 吸い気で右足、内側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて右足、外側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って右足、内側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて右足、外側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って右足、内側から回し上げて、大きな半円を描きます。 吐いて右足、外側から回し下ろせ。吸って上。吐いて下。なるべく膝も伸ばしていきましょう。吸って上。吐いて下。足が下がりましたら反対です。吸い気で右足、外側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて右足、内側から回し下ろせ。 ゆっくりと、吸って右足、外側から回し上げて、ゆっくりと、吐いて右足、内側から回し下ろす、眉間の間力抜いてください。吸って上、吐いて下、両肩の力も抜きましょう。吸って上、吐いて下、腹筋だけを使っていきます。 吸って上。吐いて下。右足が下がりましたら、右足のかかとを丁寧にマットの上に置き、左足のかかとを床からほんの数ミリ離していきましょう。吸い気で左足、内側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて左足、外側から回し下ろす。ゆっくりと。 吸って左足内側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて左足外側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って左足内側から上。吐いて左足外側から下。吸って上。吐いて下。眉間の間力抜いていきましょう。 吸って上。吐いて下。足が閉じましたら反対。吸い気で左足、外側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて左足、内側から回し下ろす。ゆっくりと。吸って左足、外側から回し上げて、ゆっくりと。吐いて左足、内側から回し下ろす。 両肩二の腕力抜いていきましょう。吸って左足、外側から上。眉間の間も緩めます。吐いて左足、内側から下。吸って上。吐いて下。吸って上。吐いて下。左足が下がりましたら、 左足のかかと丁寧に下ろし、体の線を整えていきましょう。腕を下げますが、手のひらを上に向けて両肩はリラックスです。優しく目を閉じ、呼吸整えていきましょう。 腹筋だけを使っていくって難しいです。極端にわかりやすくイメージすると、99%はリラックス、残りの1%で腹筋を使っていきます。力を入れるのが難しいのではなく、力を抜くことの方が難しいんです。なので、 意識をいろんなところに動かして力入っているところは意識的に抜くようにしていきましょう。それでは足開きすぎている方は閉じてください。頭から足までがだいたいまっすぐです。右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手を右足の。できたらすねの上で指と指を組んでいきましょう。 すねの上、上が難しい方は、両太ももの後ろで指と指を組んでいきます。顎を引いて、肩と肩甲骨を床の上に、腕の力を借りて、右足の太ももとお腹をぐーっと近づけていきます。この後、腹筋と首の筋肉を使っていきます。腹筋よりも首の筋肉の方が、 結構疲れてきますので、しっかりと鍛えていきましょう。それでは、鼻から大きく息を吸って、吐いて上体を起こす、おでこと膝を近づける。吸って緩めて、吐いて上体を起こす、おでこと膝を近づける。吸って緩めて、 吐いて上体を起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて、吐いて上体を起こす。吸って緩めて、吐いて起こす。吸って緩めて、吐いて起こす。吸って緩めて、吐いて脱力。両腕を伸ばし、 右の膝を伸ばしていきましょう。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左すねの上で指と指を組みます。腕の力を借りて、左足の太ももとお腹をぐーっと近づけていきましょう。肩と肩甲骨をマットにしっかりと下ろしていきます。鼻から大きく息を吸って、 吐いて上体起こします。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて上体起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて上体起こす。おでこと膝を近づける。吸って緩めて。吐いて上体起こす。両肩力抜く。吸って緩めて。吐いて起こす。腹筋。 吸って緩めて、吐いて両腕を下ろしていきましょう。左足は丁寧に伸ばしていきます。両膝を曲げて、両膝と両胸を近づけ、両手は両足のすねの上で指と指を組んでいきましょう。両太ももとお腹をぐーっと近づけ、顎を引き、肩と肩甲骨をマットにくっつけていきましょう。腕の力を借りて、太ももとお腹を近づけていきます。 それでは、鼻から大きく息を吸って、吐いて上体を起こします。おでこと両膝近づける。吸って緩めて、吐いて上体を起こす。おでこと両膝近づける。吸って緩めて、吐いて上体を起こす。吸って緩めて、吐いて起こす。 吸って緩めて、吐いて起こす。吸って緩めて、吐いて両腕を下ろしていきましょう。足の裏をマットの上に下ろし、体の線を整えて、腰が浮きすぎないように、両足を丁寧に伸ばしていきましょう。両足の力を抜き、お尻の緊張も緩め、 両腕もリラックスです。優しく目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。 それでは、両足、開いている方は閉じてください。頭から足までがまっすぐ。両膝をしっかりと曲げていきましょう。両足の親指、かかと、ふくらはぎ、膝、太ももすべてくっつけていきます。両手は頭の後ろへ、指と指をしっかりと組んで、両肩、二の腕、両肘すべてマットの上に下ろしていきます。それでも浮いてしまう方は、両肩、 しっかりと床に下ろしてください。二の腕と肘は肩が内側に巻いていると、つまり猫背の方は二の腕と肘が浮きやすくなっています。少なくても肩が上がらないように気をつけていきましょう。無理して両肘下ろさなくても大丈夫です。ちょっとずつ体を整えていけば大丈夫かな。それでは、 両足をしっかりと閉じて、この足は離れないように、そして膝がずれないように動かしていきます。鼻から大きく息を吸って、吐いて両膝を右へ倒して顔の向きは左。上の足で下の足を押し、右足の外太ももと外膝をマットにぐーっと近づけていく。吸う息で両膝と顔が真ん中。 吐いて両膝右。ごめんなさい。吐いて両膝左。顔は右です。上の足で下の足を押す。吸って両膝と顔が真ん中。吐いて両膝右。顔は左。ねじります。上の足で下の足を押し、外太ももと外膝をマットに近づける。吸って膝と顔が真ん中。 吐いて両膝左、顔は右、ねじります。上の足で下の足を押す。吸って両膝と顔が真ん中。吐いて両膝右、顔は左、ねじります。吸って真ん中。吐いて両膝左、顔は右、ねじります。吸って真ん中。吐いてねじる。 吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いてねじる。太もも離れないように上の足で下の足を押す。吸って真ん中、吐いてねじる。膝がずれないように気をつけて。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、 吐いてねじる。吸って真ん中、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 吐いてねじる。 吸って真ん中、吐いてねじる。吸って、顔と膝が真ん中に戻りましたら、両腕を下げ、体の線を整えて、腰が浮きすぎないように、両足を伸ばしていきましょう。優しく目を閉じ、呼吸を整えていきます。 それでは、少しずつ意識を外の方に戻していきましょう。両膝を曲げていきます。両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきましょう。両太ももとお腹をぐーっと近づけ、顎を引いて、肩と肩甲骨をマットにしっかりと下ろしていきましょう。背骨が出ないように背中を平らにしていきます。 両膝を左右に小さく倒していきましょう背骨の外側にある腰の筋肉をほぐしていきます振り幅を少しずつ大きくしていきましょう膝が倒れた方向に顔も向けていきます体の側面がマットにつくぐらい大きく体を左右に倒していきましょう 振り幅をだんだん小さくしていきます。さらに小さくしていき、さらに小さくしていく。真ん中で自然と動きが止まっていきます。両腕を下げて、両膝曲げた状態でマットの上に。 体の向きを左側に倒して横向きにしましょう。体を支えて状態をゆっくりと起こしていきます。起きれたら、あぐらの姿勢で呼吸を整えていきましょう。膝をなるべく外に広げて、両手が膝の上。 優しく目を閉じ、呼吸を整えていきましょう。それでは、少しずつ意識を外の方に戻していきましょう。今から背骨を動かしていきます。 脳から直接、脊髄神経が通っている場所ですので、背骨をいろんな方向に動かし、背骨の外側にある筋肉をほぐしていきましょう。そこが硬くなっていると、硬い筋肉が背骨に通っている神経を圧迫しているということになりますので、神経系の乱れは起こりやすいと考えられると思います。 自分のペースでいいですので、少しずつ背骨の周りにある筋肉をほぐしていきましょう。それでは皆さん、ゆっくりと目を開いていきます。両手体の前にお尻を持ち上げ、四つん這いになりましょう。両膝を閉じていきます。マットの後ろの方に両腕と両膝を置いてください。 両太ももを閉じて、両足の親指同士をくっつけ、かかとを開いていきます。両太ももは閉じといてください。かかととかかとの間にお尻を入れて、正座になります。両手は太ももの上。優しく目を閉じ、頭から背骨までがまっすぐ。 肩甲骨同士を軽く寄せ合ってから両肩の力をスッと抜いていきましょう。顎はマットに対して平行です。眉間の間、力抜いていきましょう。ゆっくりと呼吸をしていきます。バジュラーサな星座のポーズです。 それでは皆さん、お尻を持ち上げて、両手を体の前に置き、四つん這いになりましょう。マルジャリアーサナを行っていきます。背骨を反らせたり、丸めたりしていく動きになります。太ももの間は拳一個分ほど開けて、両足のつま先は寝かせていきましょう。両肩の下に両手首がくるように、手のひらをしっかりと広げていきます。 手首が痛い方は肩よりも少し前に手首を置いてください。基本的には肩の下に両手首が来て手のひらをしっかりと広げてマットの上です。両腕と両太ももがマットに対して垂直になるように整えていきましょう。お腹が下がっているのでお腹をぐっと持ち上げてマットに対して平行にしていきます。 それでは、吸い息で背骨を反らせて胸を開きましょう。顔が正面、のどもとも伸ばしていきます。吐いて背中を丸めて頭をされていきましょう。腹筋使って背骨を押し上げていきます。顎を引き、おへそを覗き込んでいきましょう。吸い息で背骨を反らせて胸を開く。 喉元もできたら伸ばしていきましょう。吐いて背中を丸めて頭を下げます。腹筋使って背骨を押し上げていきましょう。吸って背中を反らせて胸を開く。喉元も伸ばしていきます。吐いて背骨を丸めて頭を下げましょう。顎を引いて目線はおへそ。吸って反らせて 吐いて丸める。吸い切って吐き切る呼吸です。そんなに早くは動けない。吸って反らせて。吐いて丸める。吸って反らせて。 両手でマットを前に押さないように、下に押してください。お尻の位置は変えません。吸って反らせて。吐いて丸める。両手でマットを下に押し、背中を上にぐーっと引き上げていきましょう。吸って反らせて。 吐いて丸める。お尻を後ろに引かないようにしてください。両手でマットを下に押し、背骨を押し上げていきます。吸って反らせて。吐いて丸める。吐き切ります。吸って緩めて。 吐いて、かかとの上にお尻を預けて、チャイルドポーズ。両腕と両肩の力を抜いていきましょう。それでは、顎を引いて、背中を丸めながら上半身、ゆっくりと起こしていきましょう。最後、顔が正面、大きく一呼吸です。 両手太ももの上に置き、呼吸を整えていきましょう。シャシャンカーサナを行っていきます。背骨を伸ばしていく動きになります。腹筋と背筋をしっかりと使っていきますので、意識していきましょう。それでは、吸う息で両手下から頭の上、頭の上でぐーっと伸びます。 吐いて上体を前に倒す。指先から背骨までがまっすぐ。手のひらとおでこが同時につきます。吸って上体を起こしましょう。背骨をぐっと伸ばしながら上体を起こしていきます。吐いて両手太ももの上。吸う息で両手下から頭の上、頭の上でぐーっと伸びる。 吐いて上体前に倒す。指先から背骨までがまっすぐ。手のひらとおでこが同時につきます。吸って上体を起こしましょう。背骨を伸ばしながら上半身を起こしていきます。両手太ももの上。吸い息で両手下から頭の上、上で伸びる。吐いて前屈。お尻が上がらないように気をつけて。 吸って状態を起こします。吐いて両手太ももの上。吸って両手下から頭の上、上で伸びる。吐いて前屈。吸って状態を起こします。吐いて両手太ももの上。吸って両手頭の上。 伸びる。吐いて前屈。吸って上体起こします。吐いて両手太ももの上。吸って伸びる。吐いて前屈。吸って戻る。吐いて下ろす。 吸って伸びる。吐いて前屈。吸って戻る。吐いて下ろします。呼吸を整えていきましょう。 それでは、お尻を持ち上げて、四つん這いになります。両膝を二三歩前に歩かせてください。後ろ足のつま先を立てたら、お尻を下ろしてしゃがんでいきます。両膝と両足のつま先が、ハの字になるように、少し足を開いて、両腕を膝の内側に入れてください。そうしましたら、 両手の4本の指先を内側からそれぞれの土踏まずのところに軽く入れていきます。踏んづけないように気をつけて、両手の親指はそれぞれの足の甲の上に軽く乗せておきましょう。両手の4本の指先は内側からそれぞれの土踏まずに入れて、両手の親指はそれぞれの足の甲の上に置いていきます。 それでは、吸い気で両腕で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。吐きながら頭を下げてつま先重心、お尻を持ち上げ、両膝を伸ばしていきます。なるべく高くお尻を持ち上げて膝を伸ばしていきましょう。さらに余裕があればおでことすねを近づける。 実際はここまでが吐く息になります。吸う息で両膝を曲げてお尻を下げていく。両腕で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。実際はここまでが吸う息になります。行ってみましょう。吐きながら頭を下げてつま先重心お尻を持ち上げ両膝を伸ばすおでことすねを近づける。吸って両膝を曲げて 両手で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。吐いて頭を下げて、つま先重心、お尻を持ち上げ、両膝伸ばします。おでことすねを近づけて。吸って両膝を曲げて、両手で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。吐いて頭を下げて、つま先重心、お尻を持ち上げ、両膝を伸ばす。 おでことすねを近づける。吸って両膝を曲げて。両腕で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。吐いて頭を下げてつま先重心、お尻を持ち上げ両膝伸ばす。おでこと膝を近づける。吸い息で両膝を曲げて。両腕で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。 吐いて頭を下げて、つま先重心、お尻を持ち上げ、両膝伸ばす。おでことすねを近づける。吸って両膝を曲げて、両腕で両膝外に広げて背骨を伸ばして頭を上げる。次の吐く息で腕の力を抜いて、両手を前へ頭を下げていきましょう。呼吸を整えていきます。 お尻を丁寧に床の上に下ろし、両足を伸ばしていきましょう。背中を後ろに倒していくので、体の位置をもう少し前の方に。両手太ももの上、顎を引いて骨盤を後ろに倒し、背骨を一つ一つマットの上に丁寧に置いていきましょう。最後に頭がマットの上です。 腕を下げますが、手のひらは上に向けて、両肩はリラックス。少し呼吸を整えましょう。この後、体を大きくねじっていきます。それでは、足開きすぎていたら閉じていきましょう。右の膝を曲げて、右足のつま先左膝の上、 左手は右膝の上に置き、右腕は横に大きく広げていきましょう。次の吐く息で右膝、左側に倒していきます。ゆっくりと。お尻と腰と背中全体を伸ばしながら、右膝左に倒していきましょう。左手は右側の骨盤、太もも、膝の上、置きやすいところに置いてください。 骨盤下からしっかりと固定をし、右と左の肋骨からねじり、右の胸と肩を開いていきます。顔の向きは楽なところ、ゆっくり呼吸していきましょう。 それでは、右の膝をゆっくりと元に戻していきます。腕と足を下ろしていきましょう。体の線を整えてください。反対です。左の膝を曲げて、左足のつま先右膝の上、右手は左膝の上に置き、左腕を横に大きく広げていきます。手のひらは上。次の吐く息で、左膝、右側に倒していきましょう。 ゆっくりと、左のお尻と腰と背中を伸ばしながら、左膝を倒していきます。なるべく左膝を床につけていきましょう。右手は左の骨盤、太もも、膝のところ、どこか起きやすいところ置いてください。骨盤下から固定をし、右と左の肋骨からねじり、左の胸と肩を開いていきます。 呼吸は自然に。 それでは、左膝をゆっくりと元に戻していきましょう。両膝は曲げてください。両腕は下げていきます。お尻の位置を整えて、両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきましょう。指と指をしっかりと組んだら、顎を引いて、肩と肩甲骨を床に下ろしていきます。背骨が出ないように、背中をまっすぐにしてください。 背骨出ると痛いです。両膝を左右に小さく倒し、背骨の外側にある筋肉をほぐしていきましょう。真ん中で動きを止めて、腕と足を下ろしていきます。頭からお尻までがまっすぐ。 腰が浮きすぎないように両足を丁寧に伸ばしていきましょう。腕を下げますが手のひらは上に向けて両肩の位置を気持ち下げていきましょう。体全体の力を抜いていきます。両足のつま先、足首、膝、股関節、脱力です。 両方のお尻に均等に体重がかかっているかを確認し、お尻の硬さを取りましょう。お腹と腰の力も抜いていきます。両手の指先、手首、肘、肩周り、リラックス。胸と背中の硬さも取っていき、首の緊張も取りましょう。歯と歯の間を少しだけ開けて、眉間の間力抜く。 鼻の呼吸に意識を向けていきましょう。 それでは皆さん、少しずつ意識、外の方に戻していきましょう。足先と指先を握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて、頭を左右にゆっくりと倒していきましょう。 耳とマットを近づけて、頭をゆっくりと左右に動かしていきます。 真ん中で動きを止めていきましょう。両膝を曲げて、体を右側に倒して横向きにします。体を支えながら上半身、ゆっくりと起こしていきましょう。 起きれたら、あぐらの姿勢で座っていきます。膝をなるべく外に広げて、両手は膝の上に置いていきましょう。頭から背骨まっすぐ。肩甲骨同士を軽く寄せ合ってから、両肩の力をストンと抜いていきます。顎はマットに対して平行です。 感覚で確認しましょう。眉間の間の力を抜いていきます。鼻の穴の空気の流れに意識を向けていきましょう。鼻の穴の空気の流れに意識を向けていきます。 途中でさまざまな思いや考えがこみ上げてくると思いますが、それに対して、こんなこと考えちゃダメだ、思っちゃダメだ、と押さえつけたりしない。また、その思いや考えに対して否定したりもしない。こんなことを考えているんだな、という気づきに変えて、 再び、呼吸に戻っていきます。 それでは、少しずつ意識を外の方に戻していきましょう。両腕をお尻の隣に下ろしてください。息を吸いながら両肩を高く上げる。吐いて脱力。<laughs> 頭を下げて、頭、右側からゆっくり回し上げて、 頭を左側からゆっくり回し下ろす。頭が下がりましたら、反対もお願いします。頭が下がりましたら、動きを止めて。息を吸いながら、顔を正面に戻し。 息を吐きます。両手、胸の真ん中に合わせて合唱です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。どうでしたかはたよが。すっごく難しいです。 自分の体を自分の思った通りにコントロールするってすっごく難しいし訓練が必要です。何が難しいかって力を抜くことが一番難しい。使っているところ、意識しているところなんて体の1割ぐらいしか使ってないです。なんだけれども残りの9割が すごくガチガチに固まっていたり、無意識に力が入っていたりすると、呼吸が苦しくなったり、動きがきこちなくなったり、自分の思っているように動けないからイライラしてきたり、感情が乱れてきたりします。すごく難しい。やっぱり、私たちの体にリラックスをするなんていう機能はついていません。なぜなら、 リラックスなんてしていたら、ここまで命をつなぐことなんてできなかったはずですので、命をつなぐために、私たちには緊張するっていう機能が備わっています。もしかしたら大きな動物から何かの戦いから必死で命を、ね、守ってきたわけですので、もしくは自然災害、必死で命をつなごうといろんなところ にね、安全を求めて逃げ回っていたはずですので、そんな人類の歴史があるわけですから、私たちの体に、機能に、リラックスをするなんていうものはないです。なぜリラックスをするのがそんなに難しいかっていうと、もともと書かれているプログラムを書き直していく作業だからです。すごく難しいし、時間がかかるし、訓練が必要になります。なので、ちょっとずつ、 体を使ったヨガのスタイルありますので、呼吸を使ったものもあるし、瞑想を使った技術もあります。でも、体が一番やっぱりわかりやすい。肩が上がっていたら、あ、上がってるな、下げようって思うし、呼吸が苦しくなってきたら、苦しい、深呼吸しようって思うわけですので、体を使っていくヨガの技術、ぜひ皆さんの日常に活かしてみてください。リラックスをするっていうのが、 自分の中でね、できるようになると、何かこう、パッて新しいアイデアが浮かんできたり、何かこう、発表するとき、プレゼンするとき、呼吸を整えようって自分でコントロールできたり、何かこう、緊張しながら、やっぱりね、あの、人と話すときに緊張しちゃうなって思う方もきっと多くおられるでしょうから、ちょっと気持ちを落ち着けてって自分でね、コントロールできたりとか、 いろんなところでリラックスをするっていう技術がきっとね役に立つと思います。ぜひ、あの、ちょっとずつね、ちょっとずつちょっとずつ自分の体も心も感情もコントロールできるように一緒に訓練していきましょう。皆さんの日常がほんの少しでもこの時間を通して心地よくて、うん、何かこう、 多くの気づきだったりとか、何か多くの発見だったりとか、そんな楽しい時間につながっていく、そんなひと時だったらとっても嬉しいなって思います。この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステー。